さんはこんばんちゃです、パパスです。今日は今バラバラにしていってるムーブカスタムさんのですね、いろいろなんですけど、ラジオアンテナと給油口の蓋とスポイラーの端っこ横にあるやつを社長に取っていってもらいたいと思います。お願いします。いいや、まず後ろまで来まして、この燃料タンクの蓋、はい、もうこれさっきちょっと事前に硬いから、はい、このここリベットで止まってるんだよ。はい、これです、うん、はい、で周りプラスチックやねんけど、はい、あの中が結構硬いから、はい、うんうん、こうブーンとぐる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 ドリルで回してもって、はい、こう縁を、はい、センターがちょっとずれるのかな。はあ、でこれはまあこういう感じで、うん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 、はい、うん、この表側のこのプラスチックの部分がピュッと取れたら、はい、はい、取れる。おお、で、はい、こいつはもうそのままガソリンコップは抜いてもらって、うんうん、お、ピンやけどちょっと割れるから、うん、はい、これちょっとちっちゃいな、うんうんうん、なんか裏からやってもってもいいけど、まあこれで出品するから、はい、こういう感じで取れますよっていうね。はい、で次にこのスポイラーのこの端っこな、はい、端っこはクォーター、うん、クォーター外して、はい、Cピラーはい、リアクォーターな、はい、外して向こうから行った方がいい。 OK です。だから、はい、このここにお取り付けの透明がある。おいしょ、あ、これですね、うんうん、はい、ちょっと先っぽ出てるところ、うん、はい、はい、ちょっと出ます、うん、あとちょっとテープとピンで止まってるから、はい、前がピンやったかな、テープと、よし、後ろ、マスキングテープとかほんまやってもらったけど、ボディが、はい、はい、うん、こういう感じ、うんうん、ピン2箇所とこのナットか、うん、これが止まってて、で、はい、ちょっとこう入れたくない人は、はい、こっち側に揺さぶったら、うんうん、多分初めにだから入れる時もこうしようかなんだけど、はい、こっち側に、はい、こう押さえたらいいから、ちょっと揺さぶってもたら片一方パーン置いて、もう一個、はい、だからこいつが邪魔で、うん、ちょっと揺さぶり、うん、過ぎたら割れる可能性。はい、気をつけてください。まあ反対も。はい、はい、で。ラジオアンテナ。ラジオアンテナこれです、うん。はい。まあ天張りとかちょっと。はい。するときはこういうゴムの。はい。ちょうど引っ掛けてくれてるから。外してもって。はい。天張りの場合はこのここピン。はい。これです。うん。で。ピン抜くときは、はい、入れてこじたらな、真下に引き抜く、こじたらこう、この内割りがへこむから、うん、そのまま、おそのはい、こういう感じで、こうやってこうしたらここへこむから、うん、で、このウェザーストリップ、はい、とアシストグリップ、はい、その辺はちょっとこう下に垂れにくかったら、はい、外してもらった方がいいな、はい、この動画もやってますのでね、うん、でちょっとな今、はい、配線が、はい、配線と一緒にこの天張りが止まってるから、うん、こういう感じ、
もう天張りです。あのテープでとかボンドでくっついてんねやんか。だからまあ外しちゃうの、ね、ここ。これね。ここから。はい。はい、ここですね、今見えてる、うん、こういう感じ、はい、ちょっと待って、こんな感じで手入れてもらって、うん、ね、さっきの見えてたところ、うん、このここに引っかかってるから、うん、引っ掛け、上引っ掛けと横引っ掛け、横、あ、うん、そこですね、はい、で、はい、このコップラー、これこっちや、はい、ボルト抜いてもらって、はい、で上に、この横に、この黒い横に、あ、ちょうど見えてるかな、はい、ちょうどだな、はい、これですね、両方で、うん、両方です、はい。こいつどうされてるんじゃん、ね、はい、うん、はい、こんな感じでラジオアンテナ取れました。まあこれと、はい、ヒュエロリッドと、はい、スポイラーの横ちょっと、そうですね、今日は3種類外していきました。はい、今日はこんな感じでラジオアンテナとヒュエロリッド、ヒュエコの蓋ですね、と、あれスポイラーの横っちょを取っていきます。あ、でも天張りはアシストグリップぐらい外した方が、うん、はい、あれ簡単やから、うん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 、かもわからへんな。本当、うん、あと何やろ、あれやね、やっぱスポイラーの横のところはみんな塗装とかするときよう剥がしたりするのかな。まあどうやろな、だからない車につけるんやったらもうあのボルトもう全部ピンも外して、はい、で両面テープでした方が楽やな。ヒュエコの蓋のドリルない人は何か違う方法あるんですか、ドリル以外の。なんかマイナスドライバーで叩くとか。いや、そうなんです、ね、うん、まあ、傷ついてへこむで。うん、まあ、せんほうやな、ドリルない人はな。そっか、まあ、代用される方は気をつけて、あんまりしない方がいい。あ、で、最後だからリベットもない人もな。あー、そっかそっか、打たなあかんからね、そうそうそう、バチンと、まあ、気をつけて、皆さんもよかったら作業の参考にしてください、お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。